そう、めっちゃそういえばの話なんですけど、なんか昨日友達からインスタでタオル売り切れてんねんみたいな、なんか栄のドラゴンズショップで僕のタオル売り切れてるらしいっす。おめでとうございます。ありがとうございます。ファンの皆様、買っていただきありがとうございます。また違った意味も、また入荷したら追加で買ってください。おしゃれ。え、おしゃれ。金髪丸坊主が昨日の夜も1時間ぐらいここいたかな。そう、ぼーっとこう携帯いじりながら。俺普段例えば食事行ったりとかする時あるじゃないですか。ああいう時の一人行動ってすごい苦手なんですよ。寂しくなっちゃうっていうか、
こういう時間は逆にすごく大事というか、すごく邪魔されたくないというか、まあ、矛盾してんだけど、年々ね、年を重ねていくについて注目度ももちろん落ちてきますし、応援してくださる方に対してもそうだし、アンチの方に対してもそうだし、ありがたいですよね。いい感じでしょう。どう伝わるか分からんけど、答えたいなっていうのはありますね。勝つために。